ゆういのエアさん、こんにちは。かぶさん、今日4月26日は良い風呂の日だそうです。か、え、ぶ、ー、さん、お風呂好きですか私は普通に好きです。日本にはいろんなお風呂、グッズも売っていて、えー、見るのも面白いですね。入浴剤もいろいろあって面白いです。私は柑橘系の入浴剤が好きですね。か、え、ぶ、ー、さんはどんな入浴剤が好きですかそれから、お風呂はぬるみがいいそうで,いいそうですよ。 そうらしいですよね。シャワーは厚めで、お風呂はぬるめがいいらしいですよね。うん。まあ、ベルギーの場合は、湯船と、えー、シャワー室が一緒になっていることが多くて、あんまりお風呂の中に入るっていう習慣はありませんけど、僕も普通にお風呂好きですね。うん。温泉とかも行ってみたいです。まあ、日本に行ったら温泉に行きたいですね。うん。入浴剤は、入浴剤はちょ,ちょっと、 あの好きなんですけど最近全然使ってなくてちょっと忘れましたねはいそしてかぶさん今回の月の探査機は途中までは順調だったのでもう一息でしたね次はあの月に乗ってほしいですねうんこうなるとアポロ11号はすごかったんですねでもちょっと怪しいですねうん 今回の着陸は月面に衝突するように着陸した可能性が高いらしいです。えハードランディングって言うそうですえ。月まで行ったってことなので、すごいですね。あと、アメリカの旗がまだあるのが、あるのが気になりますね。ああ、なんか旗をね、なんかそこに立てましたからね。うん。そうですね。あ、怪しい。怪しいっていうのは、これはなんかあれですかね。うん。はい。月面に衝突するように着陸した可能性が高い。うん。 なるほどハードランディングっていうんですね。うん。激しいランディングっていうことでしょうか。なんかフィギュアスケートのランディングっていう言葉ありますけどね。うん。草二24さん、どうもです。えきつの病原菌、怖いです。え、猫も怖いですよ。大人に住むおじさんが野良猫の避乏のために捕獲し、動物病院に連れて行ったんですが、病院で野良に手をかまれてしまいました。 えー、その後人間の病院で診てもらったら、腕を切らなければいけないかもしれないところまで行きました。幸い切らずに済みましたが、その野良猫ちゃんは今、我が家の猫ちゃん、あへえ、そうなんですね。うん。でも危なかったですね。でもその猫ちゃんが噛んだってことは、つまり私を連れてってっていうことだったんですかね。えー、でも危ない。うん。野良猫ちゃんはやっぱりこう、 えー、ワクチンとかを打ってなかったりして、あの本当になんか、早死にする、ね、猫ちゃんが結構いっぱいいるみたいなんですけど、うん、なるほど、やっぱりこう、菌がね、わーってこう早く回っちゃうことがありますよね。なんていう病名だったか忘れましたが、こうすごい秒速でこう、ひ食いバクテリアっていうやつがあった気がしますよ。うん、こ怖いですよ、怖い、うん。でもその猫ちゃんが今、 キサラゲ24さんのお家にいるってなんかいいですねい。いいというか、なんだろう。なんか感じ,感じました、僕は。うん、ヨウさん、どうもです。歌舞伎おはようございます。私は参加して浅いんでよくわかりませんが、サラカイさんが言われるように、無理せず継続してください。私もダイエットで続けてましたが、 どうしても2キロの壁で諦めてリバウンドをしてしまいましたが、現在3キロの減量に達到達しました。株、えー、君のおかげです、えー。ありがとう。代謝は確実に上がっています。関節もや柔らかくなっていますよ。捨てようとならん、あ、捨てようと悩んだ服が切れましたよ。本日26日、気温7度。結構暴風雨の朝です。今日もできるだけ楽しく過ごしてください。背羽根、ありがとうございます。 よかったですね。え、僕のおかげで減量できたんですね。え、これ、陸上、陸上フィギュアを、あの、やってるんですが、それをや,やってるおかげということでしょうか。うん。え、なんかちょっと嬉しい、嬉しいです。陸上フィギュアで減量っていう、なんか、あの、なんだっけ、ビートキャンプみたいな感じですかね。陸上フィギュア、ビートキャンプ。 でも陸上フィギュアは絶対健康にいいと思いますよ。うん。痩せると思います。えー、皿倉さんどうもです。今日お誕生日おめでとうございます。えー、今朝は雨が降っています。本日4月26日は良い風呂の日です。えー、語呂合わせからです。そして本日月4月26日は、えー、先月 WBC 日本代表を優勝に導いた栗山秀樹監督、全日本ハム監督の誕生日の日です。 え1961年のこの日が誕生日です。え、それと私事ですが、本日私は30歳の誕生日を迎えました。え、かぶさんをはじめ、いつもかぶくんテレビに大変お世話になっております。私もかぶさんと同じく30代に突入しました。え、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。予想最高気温17度です。いや、おめでとうございます。つい30代ですね。 30代になった気持ちどうでしょうかなんか、29から30って結構大きいと思うんですよね。いやーなっちゃったとかってなんかありませんかあの、嬉しいとか、ちょっとえ、えっと、微妙な感じなのか。なんかその辺がちょっと気になりますね。うん。僕の時は、え結構実感なかったですね。てか今も、あ今ちょっと実感湧いてきたかなって思うんですよ。ただ、29から30ってあんまね、 実感なかった気がします。で、栗山監督と同じ誕生日の誕生日なんですね。うん。ねえ。良いお風呂、良い風呂の日ということなんで。うん。坂場さん、よろしくお願いします。えー、こんにちは。いよいよ練習再開するんですね。えー、楽しみですね。でも、スケート場が経営難な,な,なんて、日本だけではなく世界共通の問題なんですね。 えー、マオちゃん自身のマオリンクを作ってこれから維持も大変でしょうね。羽生君はあまり自身のリンクに対しては維持するのが大変なんですよと言っていましたし、えー、乗る気ではないんですよね。ローラースケートとフィギューアースケートと言っていれば、えー、感覚的にはどうですかフィギューアースケートとしての練習になりますか、えー、すいません、ならないんですよ。うん。あのね、ローラースケートって4つのタイヤがこう前後に1,2 こ前後に1、2ってついてるタイプのやつっていうのは、あれはね、ローラーフィギュアやっちゃうと、あの表情で戻ってくると、全く感覚が変わっちゃって、逆にローラーフィギュアやっちゃうと、表情のフィギュアスケートがやりにくくなっちゃうので、おすすめできないですね。一方、インラインスケートの方は、ええ1列にこうなってるんで、そっちの方がいいと思うんですよ。だから、1列のローラー、インラインスケートを僕は欲しいなと思っていて、 今これが1位、2位を争う感じで欲しいものになりますね。で、維持費はほん大変かと思います。で、最近電気代が上がってて、もう本当それでまずいので、まあフィギュアスケートの氷のリンクを維持する費用がめっちゃ高いので、もうとんでもないんですよね。うん、だから魔王リンクも、ず、羽生選手もね、リンクに対して維持するのが大変なんですよね、ということで。 作ることは、まあ、お金かかりますが、維持が本当にかかるんですよね。なので、いろんな、あの、計、なんだなん、サポートが絶対必要なんで、なかなか難しいんですよね。電気代の問題だったと思うんですよ。うん。後部で、陽子さん、よろしくお願いします。カブ君おはよう。 フィギュアスケート再開するんですね。私はまだここに来てから1年未満なんで、カブくんのスケート初めて見るかもです。楽しみにしています。いや本当大したことないですよ。あの、ダブルアクセルようやくやっとできるかできないかっていう感じなんで、本当期待をしたいでくださいね。うん。そうなんですよ。まあでも楽しくやりたいなと思います。あともう一ょ最近ね、氷のリンクじゃなくて、 あのパネルの上で滑るリンク、技術、なんか偽、なんだ、があって、それがお金がかんないということで、結構あの話題になってますよ。うん。えー、三浦千秋さんよろしくお願いします。えー、かぶく皆様おはようございます。私が、カブ君がフレディ・マーキュリーに似ているっていうコメントをしてから、 皆さんがクイーンに関するコメントをしてくださってありがとうございます。えちなみに似てるかどうか皆様ご自由にお感じてくださいねえ。似てると思っても似てないと思ってもどうぞご自由にコメントなさってください。何この上から目線、私。えー、話は変わりますが、ちょっと前に鬼滅の刃に関するコメントを見て思い出したんですが、我が家の飼い猫の服はたまに外に出ちゃうんです。 で、先日夜、何かを口に加えて帰ってきました。え何、なん何か加えてる。恐る恐る見てみたら、なんとちくわ。ちくわあの、真ん中に穴が開いていて、円柱形の口輪です。あ、ちくわです。うんえ。半分に切ったちくわでした。ほっとした半面笑いがえ、ちくわの長さがちょうど服のえ顔にマッチしていて、あの、鬼滅の刃の炭治郎の夢妹。 何だっけこの、なんとかまめこちゃん。違うな。ちょっと飛ばせました。が、えー、竹をくわえているのに似てて、めっちゃ笑えました。うん。何でしたっけなんとかずこですよね。うん。まずこちゃんだっけえー、っと、それを言うたびにこんな長文すいません。っていうことですね。はい。ということみたいです。うん。はい。でもな、なんでちくわ持ってきったんですかねお猫ちゃんは。 ど,どっかのおうちの家に入ったっていうことですかね。うんおでおで。おでんですかね。おでんの中のちくわをね、持ってったっていうことかな。うん。えー、さらかえさん、どうもです。えー、お天気観測とワンちゃんのお世話をおつけるさまです。えー、一時的に、えー、小雨が降った時間を除いて良い天気になりましたね。ただ、相変わらず寒そうですね。 引き続き、エマちゃんと過ごすスタンドのひとときを満喫してくださいね。うん、そうですね。昨日は、そうですね。もう気温が、まあ、10度以下で常に寒いですよね。うん。まあ、エマちゃんと過ごすということなんで、まあ、そこはね、楽しいですけどね。うん。えー、斉藤さん、どうもです。 えー、カブ君がいよいよリンクで滑るのを楽しみにしています。以前言っていたロッカーカウンターなどのスケーティング技術が私はよくわかんないんで、説明をしたから見せていただけるとありがたいですね。えー、スケートグッズも色々いろいろと申したんですね。誇りかぶってるのは怖い行事じゃないですかね。去年の夏以来の表情リンクでルナヘンちゃんと対面、初対面をしたことを思い出しましたよ。あ、そうですね。あれ以降、だから滑ってないんですよね。そう,そうそう。あれが最後かもしれないですね、本当に。 あ、違う。えっ、ー、と、冬の間に、ウスタンドの、えー、お祭りの時のリンクをがね、できて、それで滑ったっきりですね。うん。そう、ここに被るまで練習してなかったよねそう。ロッカーとカウンターとかね、結構そうですね。ステップは本当にね、難しいですよね。うん。このあたりなんかも、うちょっとぼちぼちね、うんか減っていければなぁと思います。うん。 えザクレさん、練習お疲れ様でした。えー、途中、エマちゃんが、えー、駆け寄ってきましたね。カ、え、ブ、ー、君ん、よかったよ。最高と言ってくれたかのように感じました。えー、y 字のポジションがとてもき麗いですね、えー。体の柔軟性にとても優れているカブさんの巧みの技ですね。えールマンも足が上がっていますね。 え、鏡などに手や足をぶつけないように気をつけてくださいね。いや、昨日危なかったですよね。自分で見ててヒヤッとしました。結構トラベリングして鏡に接近してるなって思いましたね。うん。で、あの、ビールマンなんですが、確かにちょっとずつ上がってる気がするんですよね。この調して、うん。もうちょっと上げていきたいですよ。うん。あの、Y 字スピンはトレードマークにしていきたい。 えー、斉藤さんどうもです。えー、空海様へお配ばせながら、えー、空海様のお誕生日おめでとうございます。えー、素敵な一年になりますようにお祈り申し上げます。いや、本当ですね、素敵な一年にね。うんえー、空海さん、かおりんさん、ありがとうございます。カ、え、ブ、ー、さんと同じく30代に突入しました。か、え、ぶ、ー、さんは今度の、えー、誕生日11月15日で、えー、32歳になられるので、 私が200年年下となります。えー、20代の10年間で来初めて来訪した都道府県も多かったです。えー、最終的に47都道府県すべて行くことを JR 全線乗り尽くした達成を目指しています。えー、三重、和歌山、えー宮、宮崎、沖縄県の4県にはまだ1回も行ったことないのと、えー、熊本県は九州新幹線で通過しただけの、えー、訪問しかできてないので、 えー、この5件になるべく早く行きたいところです。それと、テスト以外の守備活動に充てる時間も増やして、自分自身の、えー、視野やそのを広げていきたいと考えています。いいですね。ってことは、今年1年もで、電車に、電車というか列車にね、えー、乗り尽くすことを目,目標というかね、三重県は一度も行ったことないんですね。うん。三重県、和歌山県ね。うん。 沖縄沖縄ね、沖縄、うん。沖縄の列車っていうのも気にはなりますけどね。うんえー、マリニンさん、どうもです。えー、カブ君フィギュアスケート5月からリス,リ,スあリスタートの具体的な話を受けて嬉しい、えー。5月、6月はアイススケートできますね。きっと1年前より確実にうまくなっているはず。こちらまでワクワクするよ、えー。7月、8月はインラインスケートできるから問題ないね。 えー、コロナ禍の時、宮原とこちゃんもインナインスケートやっていたね。うん。ローラースケートは 4,、まあ、4輪だけど、インナインスケートの方が一致感があるからぐっと楽しいね。爆応援だ。いやあ、ありがとうございます。っていうか、あの、本当にうま,うまくなってますかね。うん。まあ、あの、ね、そこはちょっと僕も楽しみなんですけどね。 うん、スピンが特に気になるし、あとスケーティングをちょっと早くしたいなって思ってて、あのジャンプをやっぱスピードを生かしたジャンプをこの表情ではやっていきたいんですよね。うん、なので、あのやっぱスケートの、ね、過去の選手、赤選手というか過去の試合とかの演技を見ながら、まあ、ちょっといろいろ楽しくやっていきたいですね。本、まあ、本当当に、えーまあ、試合とかは本当緊張するんで まあそういう試合とか考えずにね、まずはそんな感じで。じゃインラインスケートをね、スケート靴買いたいですね。インラインスケートの靴ね、ちょっと探してみますね。インラインの方が、あのね、インライン、4人の方のローラーフィギュアはやっぱ難しいんですけど、インラインスケートは宮原すとこちゃんもやってたんですね。うん。これちょっとどこで買えるのか探してみますね。うん レモンミカンさんともですね、歌舞伎おはようございます。昨夜は日本の宇宙関連企業 ispace の月着,月あ月着陸船が民間世界初で月面着陸がです、ね、成功なるかというライブを朝方まで見ていましたが、着陸船白頭 R ミッションは1は着陸したはずか、通信状況が確認して、あ通信状況が 確立していな,か、ね、い,ないとかで、えー、その着陸した瞬間の、えー、確認が取れなかった。さまざまなデータは取れたそうです。どんまいどんまい。うん。阿蘇山がまた噴火をしたのか。本当かな異変があったかな今日の神奈川県は21度。雨のち曇りです。おお、なるほどですね。っていう感じですね。え、ってことは。 あの一応着陸した可能性もあるんですかねよく分かりませんけど。え、でもその時だけ瞬間あの確認できなかったんですね。なるほど。まあでもね、さまざまなデータがあった。でも、なんか月って重力がね、あんまないということなんで、バウンドしちゃったとかってあるんですかねうん。あのね、なんか着陸って、なんか飛行機のね、地球による飛行機のね、着陸とは全然違うかと思いますけども、どんな感じなんですかね うん。あ、スザンが噴火したんですかね。なるほど。うん。えー、ミワ様、よろしくお願いします。えー、こんにちは。えー、サラカ様は誕生日おめでとうございます。いつもたくさんコメントを聞いて楽しませてもらっています。えー、ありがとうございます。ハッピーな一年になりますように。いや、ほんとですね。ハッピーな一年に。ね、うん。楽しませて、そう。そうです、ね、ほ詳しいですかね。あの、鉄道、あの、それからいろんな、 あ、本当にね。こあのあ何だっけ？すごい記憶がいいなとうん。思います。うん。えー、サラカヤさんます。みん様ありがとうございます。私が一番欲しいものはタブレットですが、うん旅に出かける費用確保などが優先になりがちで我慢をしています。 ひとまずスマホでなんとかやりくりしています。え、当時のお出かけの際には、デジカメの写真撮影もしています。少し横を言うと、充電がかなり長持ちするスマホが発売されるといいなと思っています。わかります。わかりますね。え、食べ物に関しては、基本的に和食、洋食、中華、パスタ、何でもいけてしまいます。一部苦手なものがありますが、え、それ以外なら何、何ができてあ、何ができても嬉しいですね。 うん、あ何が何が出てきても嬉しいですね。うん、はい、という感じですが、えっとえっと。えっと、充電が長持ちするスマホめちゃくちゃわかります。うん、いや僕も欲しいですね。<笑><笑>あの多分スマホ買えるわけじゃないんですが、あのなんだっけ、Google が出している、えー、なんかスマホというかタブレットが売ってるらしくて、これが欲しいですね、僕も。うん そうそうそう。なんか日本では5月ぐらいからなんか発売されるらしいですよ。うん。こちらでは売ってるっぽいんで、まあこれを多分僕は買っていくと思いますね。うん。いやーわかりますね。でもデジカメとかでも撮影,撮影をしてるんですね。うん。もう YouTube の撮影の場合、もっぱら、僕は今これ撮っているこのスマホだけなんで、うん、まあ一台だけですけどもね。やっぱカメラ、デジカメとか本当もう もうも結構昔なんですけどね。うん、デジカメ懐かしいですね。うんえそして、そらかやさん、斎藤直美さん、皆様へありがとうございますえ。これからもどうぞよろしくお願いいたします。うん、そして、ト、えっと、リコピアクラーさん、よろしくお願いします。カブさん、おはようございます。そして えサラカエ様、お誕生日おめでとうございます。お誕生日ってやはりとても重要に感じる日ですよね。うん。えっ、ー、と、素敵な一日を、えー、過ごしてくださいね。うん。お誕生日ってやはりとても重要に感じる日。まあ、この前、確かあの、生まれてきてくれてありがとうっていう話があったかと思うんですよ。これは本当にいいなって思いますね。うん。そして、 えー、195 t さん、よろしくお願いします、えー。カブ君がサイコパスと勘違いをしていたフレディは、フレディハモイアのことかなあ、ハイモア、ハイモアのことかな最高、えー、映画、ベイツモーテルの主人公を演じたので、もしかしてそうかなと思ったんだけど違いますかそれか、13日の金曜日のフレディ、えー、クイーン名曲はたくさんあり、ボヘミアン・ラプソディが超有名でも、もちろん大好きですが、私はキラークイーンあたりの軽めなものも好きです。 えこちらは、えー、高級商婦をマリー・アントワネットに、えー、例えて皮肉った感じの歌詞です。アルバムの LP 版が数枚押し入れに眠っています。当時 CD もまだない頃はレコード版は宝物で傷つけない,傷つけないようにとっても大事に扱っていました。えー、曲前にはそっと取り出し、 表面を触らないように縁を持ち、スプレーをかけてクリーナーで優しく拭いて、そっとプレイヤーに寄せてそっと針を置く。しまうときも同じように手入れをしてそっとしまうんです。音楽がデータ化した今では考えられないめんどくさい流れですが、宝物だった時代が懐かしいです。なるほど。え、195ていさん、あれですかね。あの、レコードってあの、なんか、えー、ラッパみたいなやつがついてるやつですかね。うん。 あれなんかすごいえ、昔のレトロのやつですよね。なんかこう、ププチ、like like、ってな,なんか感じの、なんか昔のこう、なんかあれ、なんかありますよね。あのいあれすごい僕好きですよ。なんか、うん。エディット・ピアフの曲とかなんか、曲流れながら、ププチっていう感じのこう、ちょっとしたこう、ブチブチが入ってるやつ。あれね、なんかなんかいいですね。でしかも、針をこう、吹く、なんかなかなか、なんかすごいですね。あの技術がなんかすごいなって思いますね。うん。 はい。でもなんか今ね、こういうの逆に見直されてきてるらしいですよ。うん。はい。で、フレディ・ハウィモはちょっと聞いたことがないので、またこれも見ていきたいと思いますし、13日の金曜日もは見たことはあるんですけど、うん。あれ、複数映画あった気がするんですけどね。うん。そこら辺もちょっと見ていきたいと思います。うん。えー、藤原恵子さんどうもです。えー、歌舞伎お疲れ様です。 クイーン、馬子の長女と次長は熱烈なファンですよ。えフレディ素晴らしいえ。最高ですね。大雪が広く、こんなにうまい人いないと娘たちは絶賛でした。懐かしいな。2、3日前にテレビ放送されていて、久しぶりにうま子を見ましたよ。新日課でお忍びで来日していて、彼の家の中は日本の門でコーディネートされていましたよ。カブくんちょっと似てるかもね。カブくいつもありがとう。またね。うん。 でやっぱり似てるんですね。うんあの写真を探してみたら彼氏さんかなと一緒にあの日本に来てるような画像がありましたね。うん、しかもなんか着物を着た女性がそばにいてあれは割烹なんだ日本の料理店かなんかでしょうかね。うんそれともなんか旅館でしょうかね。うんなんかそんな感じでしたね。で旦那さんは庭師な,なんですかね。うん 皆、えー、様どうもです、えー。クイーンの曲で私が先日コメントした曲は、Born to Love という曲でした。エコーギュルンギュイーイは15年前にキムタクが月給のプライドの時の主題歌でした、えー。YouTube でに行き調べたら出てきましたよ。何でもドラマとタイアップで日本用に出されたアルバム。ジェベルスの中にあり、アサヒスーパードラムドライヤー,、えー、ノエビア化粧品、車のスば なんとかインプレ、なんとかのコマーシャルにも流れたとか、うん、確かに聞いたことがあるような、テレビ、学校へ行こうでは、え口パクが盛り上がったらしいですよ。何見逃したわ。運動会で踊った方々までいるみたいですよ。そして、金曜ロードショーの人じゃないわ。当たり前かな。役だから違う人よね。絵本物のフレディ・マーキュリーさんは、さらに歌が上手いわ。ロックしていて、ガンガン胸に刺されば。 しかも何このプロモーションビデオは、えー、白い衣装に、えー、上半身はだけて、えー、胸毛がもふもふしているもうくぎつけ、えー、何本あるのかしらもふもふばそしてあ,これあれですね、えー、バロンくん昨日見たらバロンくんの,毛,の毛を思い出しましたよアップで顔が顔がかぶさんかぶさん何回も現れる顔がかぶさんに、えー、何回も顔見チェックよかぶ、えー、さんをもう少しお兄さんにして えー、髪をソフト、リーゼントみたいな単発にして、カ、え、ブ、ー、さんも顔面しないとわからないな、えー、少し似ていましたが、カブさんの方が可愛かったよ。えー、とにかく振り付け、動きも音楽に合い、笑ってはいけないけど迫力あり、笑ってしまい、いいわ、もう一度見てみよう、えー、元気になるわ、カ、う、ブ、んえー、さんも YouTube 出して見てみてくださいね。えー、ボントゥーラブ、そういえば会社の送別会かに何かで、えー、誰か上司が 突然カラオケに寝て歌い出してあの振り付けも、えー、踊りながらリアクションもすごくていつもおとなしい上司がびっくりして盛り上がったな思い出したあれがクイーンだったんですね、えー、またギターもいいなラルカンセルケンちゃんのギター思い出したなやはりバンドもいいなうん、えー、リフレッシュしましたおかわりクイーンしてきます <laughs> We are the champions を聴いてみよう歌もめっちゃよかったあ We are the champion ってクイーンなんですねえ これって、横井ゆハナさんがやったやつですね。あ、ああ結構そな、そういうことなんだ。ちょっとなんか広がりましたね。うん。あの、クイーン、あのー、ライブ映像、YouTube で見てきましたよ。え、ボヘミアン・ラプソディ。うん。そう、でも、ボヘミアン・ラプソディの歌詞知らなくて、びっくりしましたね。あんな内容の歌詞だなんて。まあ私は人を殺したとか、なんか言ってて、ええー、ってあの、ね、うん。んすごいなんか衝撃でしたね。うん。 はい、えー、酒場さん、よろしくお願いします。えらかいさまのお誕生日なんですね。おめでとうございます。今日一日いい日でありますように、株くんと同い年なんですか。お若い、羨ましい、おめでとうございます。うんでそうでも、ね、僕よりも2歳年下ということで、えー、30歳ということらしいですよ。うん、で、えー、と29から30になったということなんで、ちょっと緊張の一日でしたね。はい。 えー、マザールリアさんどうもです。スラカさんお誕生日おめでとうございます。えー、素敵な一年になりますように。うん。ね。あのー、そしてユうネアさん、えー、よろしくお願いします。カブさん練習お疲れ様ですね。エマちゃんとはいつまで一緒にいるんですかなんか離れるのが寂しくなりますね。本当なんですよ。エマちゃん蹴らないように気をつけて頑張ってくださいね。うん。本当ですよね。うん。そうなんですよ。気をつけないといけませんけども。えー、エマちゃんとは、 え5月の、5月の頭あたりかな。5月の、そうですね。5日とか6日ぐらいだった気がしますね。まあ、それまでは一緒にいるようと思って、一緒にいるんですが、うーん、まあ、時々預かるかもわかんないですね。まあ、結構ね、向こうにも行くので、まあ、もちもち会えるんですけど、なんか寂しくなっちゃいますよね。うん。え、藤原の子さん、どうもです。え、かぶお疲れ様です。え、カオリンさんは女優の、 梶じめいさんになんですね、えー。素敵な美人さんですね。うん。じめい子さんはデビュー当時の本名の太田雅子という名前でしたね。えー、クールに見えて優しいお方です。よ。多分今でも活動なさっていると思いますよ。歌舞伎いつもありがとう。またね。かじめい子さん。ね、うん。太田雅子さんという名前だったと。うん えー、さらかさんも言ったです。え、かぶさん、えー、ありがとうございます。私もついに30代に突入しました、えー。20代は10代の時より良い10年間だったと思っています。えー、30代はさらに充実した10年間にしたいもんですね。いつも様々な話の内容に真剣に耳を傾けてくださり、ありがとうございます。えー、初めて投稿をしてから、えー、11ヶ月になろうとしていますが、えー、リアルな世界においても、ここまで幅広く様々な、えー、分野について、 話す機会もそう滅多にないんでないことでえ、内容によってはいきなり,いきなり対面で、会話ではしにくいえ繊細でデリケートな分野についても、内容もかなり突っ込んで話をすることができて、私自身としてとても充実しています。え記憶力がいいかどうかについては、私自身よくわからないですが、家族や友人などから、そんなことをよく覚えていたねと言われた経験はあります。ただ、物覚えに関しては非常に悪いと思っていて、私以外の 人が10分で理解できるところを、私,はさ私の場合は最低でも2倍はかりえ、苦手分野の場合は気の遠くなるくらいの時間をかけないといけないことも多いです。え苦労して覚えたことはあまり忘れないか方かもしれません。例者の地獄に関しては、え地獄表を読み込んでいる影響で、過去,過去のえ地獄も記憶に残っている場合があるといった感じです。うん、えそして、 特徴のある列車や思い出ある列車で覚えていることが多いです。さすがに全部覚えているわけではないんで、覚えていたら表記するという感じになります。あと、その時に撮影した写真を見ると、その当時の思い出を思い出すケースも多いですね。ちなみに、この前書いた釧路、根室の快速は、快速花咲号の時刻は、今も変わっていませんでしたね。 うんえー、ベルギー国鉄の路線の車窓風景をこれまで見た限り、日本の景色で、えー、ベルギーの景色に一番似ているのは北海道だと思います。えー、特におすすめの北海道の路線は、庄屋本線、花咲線、えー、九州道か根室間、千、えー、門本線です、えー。北海道をくまなく列車旅をするならば、北海道フリーパスがおすすめです。北海道新幹線を除く、すべての JR 北海道の路線が、えー、乗り放題で特急列車自由席も、 乗り放題の体調ですいつももありがとうございいいまますすこれからもよろししくお願いいたしますいや、物覚えすごい、すごいですよ。うん。でも多分好きなものだに多分結構集中して覚えられるってのは、これはやっぱ僕も結構あるかもしれませんね。うん。あのほど、ほんと、あの、他のものは結構時間がかかってしまうことも結構あるし、うん。なので、まあ、やっぱり好きなものって早いですよね。なので、うん。 そうですねあと列車の着表ねあのすごいですよねうんそうこういうところはほんとねうんねなかなかあの忘れてしまうことまでね覚えてますまあディリケートな話結構ねありましたねうんなかなか確かに対面では難しい話も結構多かったなっていう気がしますこれからもねそういった点なんかに突っ込みながらねうん ゆうのエアさんも言ったです。えー、かんムさん、お天気日記お疲れ様ですね。えー、日本は雨ですよ、えー。ゴールデンウィークまであとちょっとなんで、心の中では、えー、ずっとカウントダウンをしています。えー、最近虹が出ないですね。また見れるといいですね。あ、そうですね。虹確かに出ないですね。あの虹は、うん、まあ、結構その、ね、タイミング的にはあの雨がね、降って、その後晴れればいいんですが、そういう感じではなくて、 雨が長引くことが最近多いので、うん、あのー、あんまり短いじゃない感じになってますよね。うん。まあ、これからにちょっと期待していきたいですね。うん。ゴールデンウィークをカウントダウンしてるんですね。うん。はい。という感じで、でも、日本は雨ということなんで、うん。はい。えー、サラカイさん、エ、えー、ルコピアクラさん、酒場さん、えー、マサールリアさん、ありがとうございます。えー、30歳になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 えー、藤原眞子さんどうもです、えー。株君お疲れ様です。さなかさんお誕生日おめでとうございます。いつも,も変わらず、ぶれないコメント、楽しみに会見をしています、えー。これからも健康で楽しい日々をお過ごしくださいませね。うん。いや健康じゃないとね、ほんとね、楽しくありませんからね。健康ってのは一番大事ですよね。うん、195 t さんもう一緒です、えー。こんにちは、えー。こちらのお天気は気温20度、風強し。 えー、こちらはいつものように晴れたり曇ったりしていますね。え、そ、そちらは。え、うん、まちゃんは今日も元気です、すなかまをお散歩楽しそう。私はお昼ご飯を食べたところです。えー、今日は軽めにおにぎりとお味噌汁という、えー、そ食でした。うん。が、やっぱり桃谷です。追加で、塩大いを2個食べちゃいました。 うちの困ったちゃん困ったワンちゃんは朝ごはんに身吹きもしなかったくせに私はお昼,をたお昼を食べ始めると横に来て壮大アピールしてきます。これわかります、えー。あなたのご飯はこれでしょと食器を近づけると逃げる。またそばに来る。はぁご飯の手を,手を止めて食器を抱えるように手を添えてあげたらやっと少し食べましたが、えー、手を離すと、えー、また逃げちゃう。本当にこれって何なんだろう、うん そして塩大福食べ始めたらまたやってきて目の前に座ってじっと見つめてくるんです。えー、お腹が空いているならご飯を食べるいいのに人が食べているものを欲しがる困ったちゃんです。でも大福はあげられないわ。ごめんよ。ということでご飯は残したまま丸,くあ丸クッションの上でふてにしています。これありますよあの今。今ちゃんもそうです。あの朝ご飯は、まあ、残すときはあるんですが最終的には耐えあ体上げるんですけども、あのうん 人間が食べている食べ物を欲しがるって、これはありますね、うんあの。特にクレープの生地とかの匂いがすごい好きでえ、クレープを焼いた時なんかはよく食べたりもしますね。うん、であの、今度 195t さん、食べているやつをちょっとだけ乗せてみたらどうでしょうかね、うんあの。これやると結構食べたりする可能性ありますよ。わかりませんけどね、うんあの。なんか、あのなんかやっぱりご飯恐怖症になってるんですかね。 坂、うんえー、場さん、こんにちは。お天気もよく、平和な一日のようですね。いいですね。えー、のどかなスローライフ的な海岸の近くなんですかえー、ベルギーは地震はないのでしょうかいや、ベルギーは地震ないんですよ。うん、あの、<laughs> ベルギーは昔地震が1回だけあったみたいなんですが、本当にこう、まあ、あの、断層っていうのがないのかな。うん。なので、地震がないんですよね。うん。 ダンスはあるのかなうんそうなんかね、自信,自信は、ね、ないんですよ。うん、はい、えっ、ー、と、ゲストさんよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、ゲストさんのこちらの、ゲストさんのこちらの、えっ、ー、と、アイコン写真は何でしょうかね。うん。なんだろう。うん。えー、カブさん、えー、またコメント失礼します。点、え、滴、ー、と、えー、帰ってから父親の作ってくれてあたもの物と、自転車のシャブの、 えー、子がめちゃくちゃもみじまんじゅうを買ってきてくれて、3キロから 4kg 戻せました。あ、良かったですね生。生もみじっていうのがあって食べやすいですね。えー、ずっと横になって点滴をしてたんで、えー、ストレッチもでできず、心配かぶさんの練習動画を見て、えー、なんとかなり、元気になりましたと、自撮りで愛知バランスをと,をとってみました。えー、レビチが団地ですので、えー あのあレベルがだレベルが団地ですし、えー、自撮りじゃなければ、坂本選手の片手を,片手を、えー、つけたかったんですが、自撮りでは難しいですね。えか、ー、ぶさんのような引き締まった、えー、脚力いいなぁと思いました。えか、ー、ぶさんが拝見をしたら恥ずかしいんで、まだまだ小鹿みたいに震えるんですぐ、ポーに変えます。えー、ポーに変える。うん。自分はえー EUR, イン、e、はニュ,ーニューキャッスルとスコットランドにしか行ったことないんですがあんな感じの雰囲気で一生過ごしたなと思っています。うん、あっ、スコットランドを行ったことあるんですね、うん。ニューキャッスルっていうのはこれはちょっとわかんないんですけどあこれヨーロッパでヨーロッパっていうことですかね。ニューキャッスル。ニューキャッスルってのあるんですね。ちょっとこれはイギリスでしょうかね。うん、はい、ということなんですけどね。え、でも あの、お友達ですかね、持ってきてくれた子がさ、ね、もみじまんじゅうを持ってきてくれたんですね。うん。であの、ちょっとた体重は少し戻してよかったなっていう気がします。うん。この画像は、あれですかね。うん。ね、なんか、ね、気になりますけどね。うん。藤原麻子さんも一頭です。えかぶくんお疲れ様です。お天気お兄さんありがとうございます。東京は雨が降り続いています。 腹寒いですが、うま子にはちょうどいい塩梅です。塩梅はよく、えー、祖父が使っていた言葉なんです。えー、祖父が生きていたら130歳は江戸っ子なんですが、よくトイレのことをはば,はばかりと言っていましたよ。火鉢を前にして座り込み、キセルでタバコを吸ったり、お昼はお目から引いてコーヒーを入れ、トーストを、えー食,たえー、食していました、えー。コーヒーの香りは好きですが、うま子はコーヒーが一滴も飲みません。いまだに飲むと目が回ります。 タバコを目が回ります。家族いつもありがとう。感謝をしていますよ。さあ、ショートに行こうわよ。えー、またね。うん。ということです、ね、あのコーヒーとかもタバコは、まあえっと、頭も、あの目が回ってしまうんですね。うん、で、あのアレルギーということでしょうか。タバコを回る、うんで。ってことは、タバコとコーヒーがあの一緒にこう混じるのは最悪ですね。うん。で、ということなんですけど、たまにカフェとかでありますからね。 キセルタコキセルっていうのは、これは、あなんか、はばみたいなやつですかね。あのそれとも、こう、パイプ的なやつなんですかね。こう、なんか、こういう感じのやつ。なんか、ありますよね。これだとパイプか。うん。なんか、ちょっと違いますね。うん。はい。え、あの、あんばい。うん。なるほど。はばかり。うん。えー、斉藤さん、よろしくお願いします。えー、カブ君こんにちは。 今日の滋賀県南部は最低気温が11度、最高気温16度で、昨夜からの雨がまだ降り続いていますが、だいぶ小雨になり、西側は少しだけ明るくなってきました。でも時々北東の風が吹いて肌寒いですよ。うん。オフタンの天気も、春特有のお天気で、雨、曇り、晴れみたいにコロコロ変わるんですね。エマちゃんの海岸散歩が日課になったんですね。エマちゃんも気持ちよさそうに歩いていますね。うん。ええ先ほどえ ポーストの郵便物をチェックするため、えー、小雨降っているものの前の公園から新緑は綺麗ですよ、えー。それを見上げたら、サギが鳴きながら飛んでいました、えー。公園の桜の枝をよく見たら、可愛い桜の実が鳴ってました、うん。公園には桜の木が7本植えてあり、そのうちの2本が食べられる木なんです。 え娘たちが小学生の時は一緒にサクランボを取り、ジュースやジャムを作りましたよえ。この公園は40年前に町内会発足時、え身どな,なる樹木を記念にえ植樹したそうです。えブ,ルーベルやあブルーベリー、サクランボ、リンゴ、イチョウとあり、ブルーベリーとリンゴは病害虫被害でありあの、あい、抜き取りした、抜き取りしましたが、仕方なく、うん、仕方ないですね。 それと住宅地の区画周り両側には、ビ、え、ワ、ーえー、ですかね。ビワ、うんななえー、ですかね。えー、そして花なし花なしってそれ。5種類の果汁が個人的に食事されましたが、えー町内の高齢、町内会の高齢化のために、えー、10年前から一斉処分されました。うんえー、病害虫防除や 剪定など手でも大変ですから仕方ないですよね。え娘たちもえ公園にいたらおっちゃんにビアもらったよと、えー、小学生の頃、えー、ご,ご,ご相談に預かったといい思い出ですね。うん。かぼしさん、赤部くん、お天気お兄さん、エマちゃんのお世話はお疲れ様ですえ。体調には気をつけてくださいね。うん。はい。といいですね。あの、フルーツ、実のなる木が、ね、あるっていうのは僕もすごい好きで、本当に大好きで、さくらんぼとかいいですね。うん。 らんぼはとても僕も好きなんで、うん。まあ、あの、食べることが好きもそうだし、こう、果物がなる木っていうのはすごいいいですよね。うん。僕もとても好きでございます。で、サージがと、最近、あのね、サージの時があの話題になってますけどもね。うん。はい、という感じでね、あの、なんだっけ、え胃、ー、腸とかもなんか懐かしいですね。銀ンね。うん。銀ンは結構僕好きなんですよね。うん。 はいといとうでも、こういったで、えー、桜のそのとか桜葉とか桃とかリンゴの木とかっていうのは結構、そのね、えー、なんだっけ、えー、の幼虫がたかったりしますけどね。うんはいまあそんな感じですあと、ビアの木って、えー、家にこうビアの木を、えーまあ、があると不幸,がよ不幸が来るっていう話があったんですがこれは本当なんですかね。うん でなんかちょっとよく、ビアって健康にいいんですけども、なんかビアの木はあんまり庭に植えない方がいいっていうような話が昔あった気がするんですよね。うん。ね、なんかそんなこともあった気がしますけど、うん。ビアは私は常緑樹の木で結構あの濃い葉っぱだった気がするんですよね。薄、薄ぐらい感じのね。うん。はい。え、マスミンさんともです。え、かぶくおはようございます。え、動画内でかぶくの言っていたゲイのカップルが出てきた映画は、 えー、たかたかしユうスケさんですかね、たかしユースケさんの悪の経典ですね。うん。本を読みましたよ。私は海外の本ばかり、それもクラシックテーマばかり読んでたんですが、最近日本作家のミステリーにハマっています。えー、それと、イヤミス、読んだ後嫌な気分になるミステリーもですね、うん。イヤミスはなぜだかハマり要素があるんです。えー、ミステリーもいわゆるどんでん外視的なものが好きです。といっても、大体最後は読めてしまいますが、えー、たまに、 たまに完全に騙されることもあります。最後に、え、嘘だろうと、騙されたっていう感じで、その衝撃がたまりません。え人がえ、お金やハイスペック彼氏や、名声などえ、幸せと思っているものは、え幸せではなく刺激刺激、刺激だという話があります。最終的に、なんだか私は幸せより刺激を求めている感じがします。うん。それだけ自分の毎日は平坦なのですね。フィギュアにはまるのは、 い日常的ないい刺激がたくさんあるからでしょうかアイスショーのチケットを取れた取れないで一気宇宙していますが、本当ならそちら側ではなく、ショーに出演する方になりたいです。今さら完全に無理です。ああ、なるほど。なるほどですね。うん。ね、え、つまり刺激が欲しいということは、あのー、まあ、お金とか、そういうハイスペック彼氏とか、名声とか、あなるほど、そういう感じなんですね。うん。 なるほど、なるほど。でも、これは、そういう時期がありますよね。うん。ね。なぜか、何か、なぜでしょうかね。うん。ね。YouTube デビューとかどうでしょうか。うん。そうですね。あの、U ね、YouTube デビューね。息子さんが確かなんかね、あの、ゲーム系のね、YouTube をされてるっていう話が確かあったかと思うんですけども。うん。ね。という感じで、刺激が欲しいということでございますけどね。 うん、はい、ねあと、あイヤミス、イヤミスっていうの、イヤミスっていうね、言葉ばあったんですね。うん、はい、悪の経典、そう、悪の経典ね、うん悪の経典はね、伊藤英明さんが出てきた気がしますけども、うん。はい、え百、ー、9 5 t さん、どうもです。 えー、pc、テレビ、同じアカウントで youtube 見てるんだけど、pc では出てきてないのに、テレビの youtube になぜかクイーンインタビューまとめクイーンインタビューという動画が表示されていてえ、そのサムネのフレディが歌舞伎に似てるわという発見をしました。うん、いや、これ見てきました。ありがとうございます。まあ、似てる <laughs> のかな <laughs> 似てる感じなんですかね,、うん、ね。ね、なんかね、そういう感じ。髪がね、 な髪が長い時のねクイーンが似てるっていう感じですかね。うん。ででも僕これ髪今後切る予定あるんですけどもね。うん。5月の半ばあたりに。うん。はい。というわけでありがとうございます。